では広角顕微鏡の各部の名称を確認していきます。これがアーム、このアームを掴んで持ち運びます。で、片方の手でアームを掴んで、もう片方の手はこの鏡台の下に入れて、ね、安定させて持ち運びます。鏡台、鏡の台って書いて鏡台。これが接眼レンズです。接眼レンズ、ね、あの目に近いから接眼レンズって覚えよう。こっちが対物レンズ、ね、見たいものに近いから対物レンズって覚えよう。対物レンズね、あの一般に長さが長いほど高倍率です。倍率が高いほど視野が狭くなって暗くなります。こんなふうに短い対物レンズは一般にあの倍率が低いです。その代わり視野は広くなって視野の明るさは明るくなります。このレボルバーを回して対物レンズを切り替えます。見たいものを載せる、これはステージ、ステージ、ステージのすぐ下には絞りがあります。絞りを開くことで入る光の量を増やして視野を明るくすることができます。その下には反射鏡があります。ステージを動かす調節ネジもあります。以上、広角顕微鏡の各部の名称でした。